PA-48 エンフォーサー PA-48N48 ポリエチレン号機 PA-48 エンフォーサーはアメリカ合衆国のパイパーエアクラフト社で開発されたターボプロップエンジン搭載の近接航空支援地上攻撃機であり第二次世界大戦時のノースアメリカン P-51 マスタングの最終発展型である相性のエンフォーサーは 法執行者の意。1968年にキャバリエエアクラフト社の所有者、創業者であるデビッド・リンジーは、コイン機での使用を目指して、キャバリエ・マスタングの大規模改造版の開発を始めた。キャバリエは、当初ロールス・ロイス・ダート510ターボプロップエンジンを、マスタング2の機体に組み合わせたものであった。この自社企画の試作機は、 マスタング2が製造された目的と同一の近接航空支援、コイン任務用に企画された。ターボマスタング3は、ペイロードの増加と維持費の低減とともに、劇的な性能向上を果たし、エンジン、主要部、パイロットを防御するためのブリストルセラミック走行も備えていた。アメリカ空軍に対する幾度にもわたる、売り込みが図られたにもかかわらず、米国軍部も、 他国の運用者もターボマスタング3を購入したところはなかった。量産能力を持つ企業を探す過程でエンフォーサーと解消されたターボマスタング3は1970年遅くにパイパー車へ売却された。キャバリエエアクラフト社は1971年に閉鎖されたが創業者、所有者のデビッド・リンジーはパイパー車と共に エンフォーサー構想の開発に関与し続けることができた。パイパー社は、USAF からライカミング T55L-9 エンジンを対応してもらうことができ、この機体で200時間以上にわたる飛行を実施した。1984年に、アメリカ合衆国議会から1200万 US ドルの割り当てを受けて、パイパー社は、新規に2機のエンフォーサーを製造し、 この新しい試作機を PA-48 と命名した。これらの機体は USAF による評価を受けたが、操縦したのはパイパー社のテストパイロットだけであった。1971年にパイパー社は既存の2機のマスタングの機体に大幅な改造を加えライカミング1と 55L-9A を装着し、その他特徴ある改造を施した。 一機は短座型、もう一機は複座型であった。米ーブコイン計画の評価を受ける前に N202 ポリエチレンは1971年7月12日にパイパー社が改造した昇降ダトリムタブ引き起こしたフラッターによりフロリダ海岸沖に墜落して失われた。1971から1972年に行われた。 米部コイン計画の評価テストで、USAF のテストパイロットが操縦するエンフォーサーは良好な性能を発揮したが、パイパー社はアメリカ空軍との契約を獲得することはできなかった。アメリカ空軍による評価を受けるパイパー PA-48 エンフォーサー8年を経て、パイパー社と隣人は USAF にエンフォーサーを公式に再評価させるロビー活動を議会に対し行った。 結果的に、パイパー社が2機の心臓試作機を製作するためと、USAF が再度評価テストを実施するための、費用として1979年国防予算から1億1900万 US ドルが支給された。エンフォーサーは USAF の装備品リストに乗ることは、なかったため、公式な軍用故障や、空軍のシリアルナンバーは与えられなかった。 その代わり、パイパー社の名称 PA-48 と FAA の登録記号 N481 ポリエチレンと N482 ポリエチレンが使用された。この PA-48 が完成した時点で P-51 との共通の構成部位は10%以下であり、より長く大型になっていた。本質的に PA-48 エンフォーサーは、 完全な新型機であった。2機の PA-48 は1983から1984年にフロリダ州のエグリン空軍基地とカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地でテストにかけられた。1971年のペーブコイン計画のテストと同様に PA-48 はその使用用途に対して良好な性能を示したが、 USAF は再度この機体を購入しないことに決めた。製造された4機の試作機のうち2機が減損する。1機はエドワーズ空軍基地で修復待ちであり、もう1機の N481 ポリエチレンは完全に修復されて、オハイオ州デートン近くのライトパターソン空軍基地にある国立アメリカ空軍博物館の試作機ハンガーに収蔵されている。 ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エア・クラフト1982-83ありがとうございます。